議論もね、後でこれここから持ってってもらいます。 R1、R2、R3、R4、R5 ね。で、R1 ね、3キロもここカーボン抵抗の真ん中を持って、他のね、もう一個空いてる手の親指、人差し指でこうやって曲げると直角に曲がる、ね、でこの状態でブレッドボードに刺すんだけど、ブレッドボードはどうやってやろうかな、ペンで。ここからここ、この1番2番3番って小さい番号があるんだけど、これね、1番2番3番ね、でここからここまでが下ね、こういうクリップがつながってる。だからね、こうやると抵抗にならなくて下がつながっちゃってるからダメなの。この溝がある、溝をまたいであげるね、これね。で、R2、 今度 R2 ね、今これをやろうとしてるけど、 R2 をつけるんだけど、 R2 は例えばこういう風に曲げてしまえば、こことここはつながってる、こことここは下つながってるから、つながってる。でこれは違うとこにあるから、こことここ測れば R1 と R2 をつなげたことになる、ね、で R1 と R2 を足すといくつになる、誰か計算して。計算そんな難しくないか。5 いくつ、2足す3は5、5キロオームで、当たり前の、いやそれは分かんないよ、人によっては6っていうかもしれないよ、ね、でもう一度ね、抵抗の正しい測り方、デジタルマルチメーターね、黒色のコモンと赤色でこれオームがついてるところに刺して、オームがついてるとこここにする。で最初はショートする、ショートして0オームとか 0.1 オーム、まあ1オームぐらい、1オーム2オームだったらもう OK としようね、 0.1 オーム、はい OK で離して、こことここ触る、さすが 0.496 キロオーム、 0.496 キロオームだから、まあ約、あごめん、あごめん、 4.96 ね、ごめん、 4.96 キロオームだから 4.97、 4.96だからほぼ5キロオームね、はい、っていう風にやりますね。分かった分かった、動画撮れた、うん。じゃあ、あの皆さんは、グループごとにね、ブレッドボード1枚、デジタルマルチメーターこっちから持ってってね、1台、そしてこの部品1個ずつね、持ってってください。で、これまた同じところに返してもらうから、どれが R1 で、R2 で、R3 でっていうのね、あの分かるようにしてください。じゃあこれ、一応これ私の分なので、こっちに置いておきます。じゃあここから1個ずつ持ってって、持ってってください、そちらもね。